こんにちは。こんにちは。こんにちは。届きましたね、 CD が、アルバムが届きました。届きましたね。ね、もう聞くの楽しみにしてたから本当嬉しいんですけど、うんうんうん、届いてから聞いた？リリースの時に聞きました？届いてから聞いた？リリース、うん、もうリリースの時に、うん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 、手元に届いて、うんうん、そう、もう今回はね、うん、全員同じ限定版を買ってるから、うん、同じものが今みんな手元にあって、そうそう、うんうんうん、みんなね、あのずっとどのバージョン買うか迷ってたけど、うん、最後の最後に、そうそう、あのニューヨークのビハインドがつくって聞いて、そう、うんうんうん、あれよあれよと買ったよね。いや、なんかさ、そうそう、 X で見かけたんだけどさ、うんうん、このあの限定版の60分と、普通の DVD に入ってる短縮版のやつが若干内容が違うかもとか今見たんだけど、なんと、この60分を短縮してるんじゃなくって、内容ちょっと違うかもとかいうね、書き込みをされてる方がいらっしゃって、なるほど、と思って、買わないかよねこれ、またね。やだやだと思って。確かに、なんかその、うんうん、本当かどうかわかんないけど、うんうん、X で見てたら、なんか私も60分のそのビハインド見てて、うんうん、なんか私が見てないシーンの話、うんうん、話してる人いるなって思った。確かに、うん、あ、やっぱそっか、私ちょっとまたビハインド見れてないんだけどさ、やっぱその X の書き込みを見て、まだはっきりそうなのかどうなのかわからないんだけど、うん、あらあらと思って、買うしかないじゃん、だったら急ぐしかないじゃんと思ったよね。忙しい、大変、うん、ね、まだ見れてもないのに、ま、届いたものも、そう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 、見て見て、ね、早く見て、よかった、これさ、めっちゃよかった、開けた瞬間、やば、あの、うん、フォトブックのみんなの笑顔がこう目にバンって入ってくる、うん、表紙でしょ、うん、表紙でしょ、うん、フォトブックの、もうこれ全員に見せたいね、ね、うんと、いや、もう、あ、ハリネさん、逆光だよ、逆光、これも逆光だよ、逆光なんよ、顔が全然見えないの。でもおしゃれなの、すごく、うん、おしゃれ、うん、でも目を凝らすとさ、みんなめっちゃ笑っててさ、めっちゃ幸せそうでさ、目を凝らすと、そうなんよ、フォトブックにね、目を凝らすことなかなかないからね。そうだそうだね、うん、これ開けた瞬間、この笑顔最高よね、いや、ほんま、もう一生このままいてほしい、本当にね、ね、うん、めっちゃいい、これですって、うん、本当、これ見て思うよね、全員に見てほしい、これは本当に、本当、ね、ね、想像するに、かっこいいのもあるけど、うん、なんかレオが何かを言って笑ってる、ふん、あ、だな、ね、全員レオの方見てるね、うん、ソータ以外ね、みんな幸せそう、うん、ソータ本当はどこ見てんだろうこれ。勝ってない人分からんから、この話、あ、そうね。楽しそう、いやー、ほんと、うん、なんかおしゃれで飾っておきたくなる、ほんとほんと、今回ジャケットそうだよね、特にすごくおしゃれだよね、うん、もう本当に絵画になりそうなぐらい、うん、なんかおしゃれ、本当そう、なんか飾っておき、あのフォトブックの表紙もそうだし、うん、この、うん、ね、ケースもそうだし、可愛、うん、いから飾りたくなる、飾りたい、すっごい可愛いよねこれね、本当本当、なんかこの最初の、うんうん、最初のこの白い箱を開けて、うん、さらに、うんうん、その中のパッケージが可愛くて、うんうん、え、めっちゃ可愛いよね、だからなんか、そうそうそう、ちょっと分離させて飾ろうかなと思って、あ、それもいいと思う、ね、どっちも可愛い、うん、ね、うんうん、ほんと飾れる、いい、ね、うん、ほんと、いや、もう曲も聞きました、聞いた、全部聞いた、何回も聞いた、うん、聞いた、どんどん難しくなる、うん、タイトル、曲名が、ね、どんどん難しくなってる。え、小藤さん、黒ブラのやつ何やったっけ、そうそう、あれが覚えられない。
メタモフォーズでしょ。そう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 。それが読めないし覚えられない。あの発音の練習必要になってくるよね、だんだん。うん、そうそう。これ私もさすがにググってこれなんだろうと思って。どういう意味なの？小藤さんがググるんだ、すごい。そう、うん、なんかね一変させるっていう風に出てきて。あで最初なんかドイツ語が出てきちゃって、うん、なんか変態って出てきて、うん、いやなんか発音だけで言ったら、あその同じ綴りでドイツ語が出てきて、うんうん、その変態っていう、多分でも日本語で言う変態じゃなくてその変わるっていう、その変態するっていう方だと思うけど、なんか違う気がすると思って、はいはい、はい、いろいろ調べた。なるほどね。そうそうそう。あの子さなぎになってこう変わっていく変態っていう意味ね。そっちだと思う。うんうん。へえ。そう。ドイツ語かっこいい。うん。へえ。よかったよねそれもね。うん。本当。かっこよかった。うん、ザ・クロブラ。あ、わかるわかるわかる。ね、ね、あの時の雑草の時の感じもあるし。うんうんうん。うん。ほんとほんと、ね、よかった。で、うん、なんか話しながらこうあの中身歌詞カードとかを見出す2人がめちゃくちゃいい。そうそうそうよかったよなと思って。酒井さんだからあのギフテッドの感じもあるしさ、うんうんうん、確かに確かに、ね、すごいよかったよね。ちょっと荘厳なね、あの Spotify のさ、うん、ライナーボイスプラス、うん、曲の説明聞けてない、はい、とメンバーが、うん、曲の一曲一曲なんか説明とかをして曲に入るっていうのがあるんだけど、それもすごい良くて、なんかね、あのギフテッドが7人がこうデビュー当時に背伸びをして歌ってたじゃない、だけど今はもう2人でもちゃんと歌えるっていうようなことを確か言ってて、わいいなと思って、なるほどね、だって一番下の2人がさ、それもそうあれだけ、ね、大人っぽい歌を何の違和感もなく歌いこなせるってすごいことだよね、うんうん、いやもうこれ明らかにシュントの低音で湧くよなと思って、もうなんかコンサート会場が見えた、うん、もうライブ会場が見えた見えた見えた、家でも湧くんだもんだって、ね、そうそう、うん、いやもうアルバム聞いてたら本当にうわこれライブ楽しそうだなとか、そうそうそう、うわこれ、うん、パフォーマンスみたいなみたいにすごいなる、わ、ね、うん、かるわかる、うんうんうん、いや私はスモーキンシシャシシャでちゃんと湧こうと思ってるけどね、いや湧くよ、湧くしかないでしょそこはあれ最高、セルフィッシュね、本当いい、ね、セルフィッシュよかった、陽気とマナとのセルフィッシュ、思ってたのとは違ったイメージ、2人の来る感じね、うん、ゴリゴリラップ、そうそう、うん、アゲアゲなパーティーチューンって感じで、うんうんうん、ね、イメージとはちょっと違うかったなって感じやったけど、ね、なんかね英語とかでかっこよく決めに来るのかなと思ってた、うんうんうん、思った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 、英語喋れる2人だから、うん、そうか、なんか私聞いた時、うん、なんかもうほんと2人をこうギュッてしてみた、なんかギュッてしたみたいな曲って思ったけど、確かにおしゃれでかっこよくて、うん、なんかちょっとチャーミングっていうかかわいい感じが、あ、チャーミング、確かに、ね、なんか2人ギュッてし したみたいな曲っていうイメージだって聞いてた、確かに、もうイントロからよね、うん、イントロがめちゃくちゃなんか耳に残ってる、でもさC 社吸うのかなとか思ったらちょっとね思った思った、ね、吸うのかしらとか思ったらちょっと思うところがあったけど、スモーキン C 社してるのかしらっていうね、うん、してるのかしらとは一旦考えるよね、うん、思った思った、プライベートのことはやることやってるからほっとけって言ってたから、もう仕方ないよねそれはねねおっしゃる通りと思って、そうか、私ピザとコーラ食べながら飲みたい、ね、飲みながら聞きたいと思って聞いてた、シーシャじゃなくて、そっちをね、そっちを組むとちょっとなんか安心するね、チーズとか、うん、コーラとかね、うんうん、でもコーラじゃないよ、コークだからねあれ多分おしゃれ、かわいいよねあの歌で、ね、本当かわいい、かわいい、かわいい、うんうん、イントロの音とかもすごいかわいいし、うんうん、ちょっとね、ビーファーっぽくない感じもするし、かわいかった、確かに確かに、うん、イントロかわいかった、どんなパフォーマンスなのかがちょっとね、なんか
想像がしにくいかも、うんうん、どっち側で行くのかがなんかゴリゴリ系なのか、ね、ちょっと遊んでる感じで行くのか、いやどっちも見たい、どっちも見たい、うん、なんかちょっと遊んでそうだな、うん、あの二人だから、うん、遊んでそう、ふざけ倒しそうだよね、うん、ちょっと、ね、もうね C 社持ってくるかもしれない、いや持ってくるかもしれない、うん、やってるかもしれないね、ありそう、うんうんうん、それはそれでおしゃれにやってくれそうだよ ね、うん、なんかね、それはそれでおしゃれにやってくれそう、わー、はい、膨らんじゃう、膨らんじゃう、うん、へ、うん、どんな感じなんだろう、うん、ねー、あとあれだね、あの7人全員でやってないのではジェネシスかな、うんうんうん、レオとシュノーとソウタ、うん、ね、ショータミやったことない、あることない、やっぱり、いやショータがすごい、私メモにアイルザミがすごいって書いてる、いやわかるわかるていうかさ、レオさ、うん、ちょっとまた歌の歌い方、あの曲変わってない、うん、すっごい良かったよね、うん、すごい良かった、ショータミがある、ね、うんうんうん、すっごい難しそうだけど、もう何だかこなしててめっちゃかっこよかった、難しそう、うんうんうん、うん、ねー、でもあの配信の時にすごいレオは苦戦したって言ってたから、だからそのなんか苦戦してる感じとかは全然なんか、まあね、当たり前だけど全然ね、なく、いやでも確かにあの聞いたらあの今までと違うし、違う、歌い方違うから、あ苦戦したのきっとここだろうなって、うん、想像できた、ちょっと翔太 いるもんね、ちょっといるね、聞いてたら、うん、あそこのレオのところが特に翔太み強くない、翔太みすごい、うん、そうそうそう、めっちゃいい、大好き、うん、おしゃれおしゃれ、ね、うん、リズムも気持ちのいい感じ、かっこよかったな、うん、あとでもショーマイナーではない、うん、あの翔太のゴリゴリラップな感じが、ちょっと今の、ね、翔太といる時のね、うん、あのソータではない感じもすごい良かったし、うんうん、かっこよかった、そうそう、ラップかっこいい、ね、気持ちいい、本当に、うんうん、気持ちいい、うん、気持ちよかったよね、うん、確かに、うんうん、そうそう、わかるな、あとね、うん、貴重な J のラップっぽいパートが聞けるっていうのね、なかなか ね、リーファで聞くことがない、うん、J のラップ、よかった、こんな、ね、本当いろいろ見せてもらって、なんか聞かせてもらって本当に、うん、そうね、いやもう、うん、まだこんなになんかこんな歌い方するんだみたいな、こう、あ、分かる、ね、うん、そういう感じがこう、うん、またアルバムで聞けるなんてっていう、うん、なんかさ、その声結構それぞれ7人違うじゃない、うんうん、うんうん、だけどなんかその歌い方とかが曲によって変わるから、なんかパッて判断がしづらくなってきて、あれ、あ、これ、そうそうそう、この人は誰、うん、この人は誰でしょうかみたいな、あ、レオだったんだみたいな、特にそうだった、うん、本当、うん、今回本当にそうだった、わかるわかる、うん、うん、なんか初めあのリョウキと思ったら、あ、そうそう、ジュノンが結構尖った歌い方、うん、リョウキっぽいね、歌い方してたり、そうそうそう、ね、そうそう、なんかあるよね、で柔らかいと思ったらあの涼気だったりとか、ああそうそう、私涼気推しを公言してるはずなのに、うん、何度も涼気の声を間違えたよちょっと聞き、うん、聞き涼気しないと、ね、聞き涼気しないといけない、うん、一番多分涼気が特徴的だし分かるはずなのに紛れてたりとか、うん、なんかするよね、うん、今回のアルバム、うん、なんか歌い方ってでこんなに数あるんだっていう、ね、ね、確かに確かに、ほんとほんと、全然変わるんだなっていう衝撃がすごかったの、うん、今回確かにね、すごい、うん、全部そうかも、だからなんかライブで実際見たら、うん、あれこの人だったんだがありそう、私は ありそう、うんうん、あると思う、うんうんうん、とか2人で歌ってたんかいとかがありそう、ね、あるね、あるね、絶対あるね、あるよね、うん、あるある、あ、楽しみだな、そう、ね、じゃあ、いや、うん、そしてね、スローガンね、うん、最初の曲、うん、曲目、うんうん、めっちゃ主題歌感ない、ある、いや、そう、ね、本当にこれが本当はね、うんうんうん、
あのブリスフルじゃなくて、これがアルバムの表題曲に、表題曲って言われても、ね、うん、あーって思うぐらいの、うんうん、そうそうそう、存在感ある曲、感じもね、うん、今までの BE:FIRST の軌跡をたどってる感じもするし、うんうん、ね、うんうんうん、あとめっちゃスカイハイみあるなと思って、あるこの曲、ある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 、うん、ね、あるある、そう、いやこれが1曲目ほんと最高なんだよ、うん、なんか上がる上がる上がるね、上がるよね、うん、上がる上がる、上がる、あと安心して曲名読めるっていう、うん、スローガン1回、私はちょっとスローガン1回止まったけどね、あ本当にちょっとあの発音練習はしなくても大丈夫そうな、うんうん、これはね、うん、いいも伝わってくるしね、そう、アクセントどこか確認しなくても読めそうな感じ、うんうんうん、確かに確かにね、スローガンとかじゃなさそうだしね、うん、そうだな、そうだな、そうそうそう、うんうんうん、安心感、うん、ねえ、頑張ってよ、これ、うん、ライブこれ始まりかな、どうなんだろうね、ね、うんうん、あのイントロからめっちゃ上がりそう、うんうん、だね、ね、だね、絶対そうだね、うんうんうん、うん、いやー想像しちゃう、見たい、うん、いいね、でさアルバムだったらさ、うん、その後マスタープラン来てブンブンバックでしょ、うん、アゲアゲな感じで、うん、アゲアゲ、ね、確かにかっこいい感じで3曲いくんだよね、アゲアゲ曲だ、うん、ここね、うんうん、いやでもこっからギルティーがもうすごい、ギルティーやっと良いよね、あれかっこいい、ギルティー、なんか好き、しかもコレオがすごい、うん、え、なんか好きって書いてある私のように好きだよ、抽象的、ね、いいと思ったよ、うん、うんうん、なんかコレオも色っぽいって言ってたからすごい楽しみ、うん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 、確かに大人っぽい雰囲気がある、うん、ちょっとセクシーな感じになるのかしら、楽しみだね、あとなんか途中シュントのささやきが入ってるよね、うん、なんかささやくパートがあるよね、シュントのもうほぼ息みたいなところあったの、やだ聞き逃してるかもしれない、それ、あちょっと聞いて聞いて、うん、何か聞き直すわ、ささやきを探すよ、うん、絶対脇ポイントだね、いや絶対脇ポイントだと思って、ね、これ、うん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 、うん、うわ、うん、そうそう、大変、やだやだ、いや本当にもう楽しみだ、見たい、想像しちゃう、かもうギルティっていうタイトルが、うんうん、なんだろう、背伸びしてないっていうか、うんうん、似合うグループになったよね、なんか、うん、確かに確かに確かに、うん、ギルティってね、割とちょっとね尖ったタイトルだけど、そう、なんかちょっと大人な響きじゃない、うんうんうん、うん、でももう全然そんな全然できますみたいな、似合ってるタイトルが、うん、かっこよかった本当に、いや、うん、ね、なかなか尖った歌詞よね、うん、ね、うん、うんうん、そうそうそう、いいね、でもおしゃれなのもいけるよね、本当に、本当、うん、いいね、からのサファイア、うん、サファイアも最初ちょっと読みづらいよね、うん、あの難しい、歌詞で歌で出てくるからなんとかわかるけどねあ、これサファイア、確かに確かに確かにね、確かにすごい、ベスティの単語力まで上がっちゃう、うん、いや本当だ、BMSG だけね頭文字偏るよ、ね、今回も全部それ縛り、今回もそれ縛りじゃない、8週8週以外は多分、あ本当だ、そうそうそう、なんと感想13番のねまで、うんうんうん、B から始まってるっていうね、あそっか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 、そうそうそう、本当だ、そうなのよ、うん、いつまで縛るんだろうねこれね、ずっと行くのかな、ね、BMSG の単語の語彙力だけすごい上がっていくベスティ、すごい確かに、いやー、ね、このジェネシスがとか言いたいよねちょっとうざいちょっとうざいよねルーミが出ますよねやっぱりルーミがね、ルーミがね、ルーミがちょっと出ちゃった、う
出る出る、多分ね私の顔もちょっとうざかったな今ドヤ感がねドヤ感がねこのジェネシスが、うんねね、失礼いたしました、本当にごめんなさいいや、うん、でもここブリスフルやっぱり最後いいんだよな、そう、うん、なんか落ち着く、ね、安心する、うん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 、ねースフルで安心してからの、うん、そう、まメインストリームか、うん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 、いやじっくり見ちゃうね、うん、なんかブリスフルで一旦もうアルバム終わったかない一回、あそうそう、うん、ある、わかる、なんかもう全部終わったってってなるんだけど、まだ BE:FIRST 終わらないぜ、うん、ここからだぜっていう感じで、また始まる感じが、うん、なんか、分かる分かる、かっこよすぎるね、うん、かっこいい、うんうんうん、え全然終わってないからまだここからだからみたいな、うん、新たに続きそうな、うん、次って感じするよね、うん、そうそうそう、予感を感じさせるアルバムだという思う、なんかね、分かる分かる、うんうん、いやなんか昔は私このアルバムの曲順とかあんま考えたことなくて、ただなんか好きなの聞くみたいな感じだったけど、やっぱその本人たちもその結構曲順とかにもこだわって作ってるから、なんかその裏のなんか背景をこう探ろうとするのもめちゃくちゃ楽しいなと思って、いや分かる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 、ね、うん、でやっぱり一から最後までこう全部通して聞いたら、うん、なんかもっと感じるものあるよね、うん、あるある、なんかどうしても初めはさ新曲ばっかりさリピートしちゃったりさ、そうそう、うん、なんかちょっと飛ばしちゃったり しちゃうんだけど、でも一からずっとこう流したら、うん、やっぱりちゃんとストーリーがあって流れがあってっていうのがすごい伝わるから、やっぱすごいよね、すごい、うんうんね、アルバムのなんか楽しみ方を教えてもらった、うん、いや分かる分かる分かる、うんね、2作目だけどねアルバムまで、楽しい、そう ね確かにね、本当だ、本当でもその1作目で B1 で教えてもらったよその楽しみを、本当本当、ねね、うん、IQ が上がってる、音楽 IQ がこの音楽誰携わってるんだろうみたいな会話なんてしたことなかったもん、うん、めっちゃ、そうなんよ、うん、そうなんそうなん、そう、ね、考えたこともなかったし、うん、ね、うん、今やっぱねあのプロデューサータグもねかなり来てるからね、今暑いから私たち、今私たち暑いからね、うん、もうなんか、うん、ソウルブラザーズとかメモってるもん私、うんうんうん、そう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 習いたてちょっと使っていきたいよね、習いたてだから、うん、どんどん使いたいからね、うん、そう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 、うん、なんかさあの、うん、スカイハイもだけどさ裏方の方の話とかもめっちゃするやん、うんうん、あそうそう、うん、確かにこの前スカイハイのラジオとかもさそのあのプロデューサーの方とか出てたけどさ、うん、なんかそのあのそのスポティファイのライナーボイスでも裏方の方の話とかもガンガンしてて、うん、私たちも名前を覚えていったりとか、なんかなんとなくの人となり分かっていったりとか、うん、それもすごい楽しいよね、それも含めてね、うん、楽しい、うん、その制作現場が見えるじゃないけどさ、そうそう、ね、うん、それもなんかやっぱ BMSG いいよなと思っちゃう、うん、ちゃんと リスペクトを持って、ね、うん、裏方さんというか、ね、作ってくださってる方とかにも持ってるから名前出したり全部クレジットも全部入ってるやん、うん、そういうとかやっぱいいよね、うんうん、めっちゃわかる、なんか教育されてるもんすごい、うん、そう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 成長してる、成長してるよね、だって考えたことなかったもんね、なんかなかった、誰が作ってるのとか、うん、どんな風に作ってるのとか、うんうん、ね、考えたこともなかったから、ね、やっぱり成長してるよ、ね、成長してる、ドームに向けてまだまだちょっとこういっぱい聞いて、うん、こう考察までいかないけど ね、ちょっといろいろ見て、そうね、うんうん、そうね、そうそう、あとビハインドも見て ねそうだ、でも楽しみだね、これ週末ゆっくり見よう、いや、ね、そう、私は昨日、うん、あの、うんうん、競歩で家に帰って、うん、あの昨日受け取らないといけなかったから、うんうんうん、夜もう本当に競歩で帰って、うん、であと5分で受け取りの時間ってなったけど、うん、もう近くのコンビニでビールを2缶買って、うん、ビハインドを見たよ受け取って配信を見て、そう、うん、そうそう、ビハインドの時はビールいるよね、いるいる、1時間、1時間あるからね、なんせね、なんせ1時間あるから、なんせ1時間あるから2缶ぐらいはやっぱ買っといた方がいいっていう、うんうんうん、おすすめ、うん、
めっちゃいい。うん、ゆっくり見て、ゆっくり見たい、欲しい。そう、ちょっとこう、あの整えて、あの、うん、集中できる環境でゆっくり見たいっていうね。わかる、家族がなるべくいない時間に見たいよね。そうそうそう、寝静まったとかね。寝静まったとか、ね、寝静まった、ちょっと騒がないようにね。そう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 。うん、うわーとか言わないようにね。私はちなみにすごく騒いでてた、うん、騒ぎながら、うん、私が騒ぐ分にはいいんだけどうん、うん、違う人がこうちゃちゃ入れてきたり、なんかね、なんか質問とかされたら嫌やん。ね、一人で見たよね。うん、そうそう、ね、なんかね、ひたすらかわいいとかかっこいいとか言ってた、うん、私は。いいね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 。いいね、うん、うわ、マジで楽しみ。楽しみ。やった、珍しくマウントを取れる、ね、私は。本当だ、ビハインドマウント、うん、今すぐ見に行こうっていうタイプなのに、私たちね、お連れを取ってるのに、いつも。そうそうそう、解散解散、ビハインドマウント。いやー、ねー、本当、うん、ちょっと名盤だよ本当に、ね、聞いて、ね、見て楽しんでいきたいなと思います。楽しみましょう、うん、楽しみ尽くしましょう、ね、うん、はい、ぜひぜひ。では今日はここら辺ですかね。うん、はーい、ではではまたお願いします。はーい、ありがとうございました。